留置禁止令は、江戸時代の法令。出留置禁止令、留置,置禁止令とも言う。農民が七入れした田畑を七流れにすることを禁じた法令である。教法6年12月21日に、当時の老中、井上正峰に法令の原案が提出された後、翌7年4月6日より施行された。これは、元禄八年の七地取り扱いの里氏によって、 認められた七流れによる田畑の所有権の移転は田畑永代売買禁止令に反するので今後は七流れを禁止するというもので七入れされた農地をどのように扱うかは以下の通りと定めた期限が来ても借金の返済がない場合は年期明けに手形を書き直させ七地の小作農民の小作料を貸金の1割5分を限度とすること 1> 年1割5分の利息を元金に加算し、返済され次第、たとえ何年経っていても七入れされた田畑を受け、返させる。年期が明けていないものでも、訴えがあれば1割5分の金利積もりの手形に、書き直させる。5か年以前に、留置となっている農地は、元の持ち主が元金を全額差し出して、受け戻しを願い出れば、それを許す。今後田畑を七入れする場合、 借入金額はその他旗の値段の2割程度にすること。教法の改革を行った将軍徳川義宗は財政立て直しのため年貢収入を増やす方針を打ち出したが、この当時は農民が仕入れした農地の多くが豪農や商人の手に渡ることで、古作人となる農民や放棄された農地が荒れ地と化す状況が増えていた。留置禁止令は農地に農民を止め、 生産力を確保することを目的として制定されたものであったが、七流れになった土地の所有権を元の持ち主に戻す。この法令は各地に混乱を引き起こし、またこの措置によって、かえって農民の金融に支障をきたすこともあった。特に留置禁止令を契機として、天領で発生した七地騒動と呼ばれる一機は、大官所の役人では対処できず、 隣接する諸藩に出兵を命じて鎮圧させるという大騒動に発展した。この結果、江戸幕府は、翌年の教法8年8月28日には、同法令の撤回を余儀なくされる。なお、大石新三郎は、この法令は吉宗を八大将軍に就任させた、老中の一人であった江上が、他の吉宗延立の真である老中たちが辞任、または死去してゆく。 焦りの中で作らせた現実に即さない法令だったのではないかとしている。武家書ハットでは、幕府の出した法令は、各大名下でも遵守すべしとされているが、必ずしもそれは守られておらず、山形藩では、藩主の堀田正虎は、王将屋之助、藤里兵衛を諮問した上で、混乱を招くから留置禁止令は採用すべきでない、という意見を入れて領内には適用しないこととしている。 七鳥あるは、担保に取った土地を七入れした当人方の農民に貸して、小作をさせて、小作料を取り立てることになる。この小作料が貸金の金利に当たる。安倍正隆は、教法2年に老中を辞任。土屋正直は、同3年に辞任。久世茂行は、同5年に死去。土地制度史に3 2から133ページ。万事女江戸の旗と、 お国にところどころ、過潤校のこと。東村山郡島記に、ありがとうございます。